しいと思っています。大きな声でお返事をしたり、挨拶をしたりするということなんですね。わがままをせず、進んでお友達の中に入って仲良くしてください。お姉さんが優しく優香さんのことを面倒見てくれます。私たち3人は、優香さんが入学してくるのをとても楽しみにしていました。楽しいことや大変なこともたくさんあると思いますが、みんなで協力して頑張りましょう。面白そうでしょ。みんなお友達たくさんいたからね。一人は初めてかな。もう一枚撮らせてもらいます。